アローハーエビバリシゲナベイベー、今県ハワイ、今日のワイキキのコーナーです。はい、今日はですね、デューク像の前から、お届けしたいと思います。今日ですね、2020年、4月の20日、月曜日です。はい、ちょうどね、ハワイがロックアウトになってから、今日でちょうど4週間目です。はい、今の時間なんですけども、見えますでしょうか、時計の方ですね。はい、ちょっと寄ってみましょうか。はい、4時20分25分ぐらい指してます。はい、ただですね、撮影時間なんですけど、今日ですね、あの時計なんですけど25分ほど遅れてるんで、今ね4時50分、夕方4時50分前です。4時50分です。はい、ここね、トロリー乗り場なんですけど、皆さん、いつも人混みで行列してたりするんですけど、向かいのハイアットホテルも含めて、ロックアウトの最中なんで、もうこんな感じで人気が少ないです。はい、ただですね、天気の方が、今日すごい良くて、とはいえ昨日の方が実は良かったんですけど、雲がね今日多少ありながら、はい、こんな感じの天気になってます。はい、ただ相変わらずね、サーファーの方ずっと、ビーチの方に出てて、はい、なかなかたくさんサーファーいますよね。はい、そんな感じですね。実は今日から、ホノルルの方を、街を歩くとき必ずマスクを着用ということになりました。なのでですね、僕も、マスクをして今日は喋ってます。なんで逆に声の通りがいいのかな、わかんないですけど、どんな感じでしょうか。はい、相変わらずですね、ホノルルの、警察署交番の前ですね、ここにはパトカーが止まってまして、今の、ワイキキ結構ガラガラで、夕方6時以降になると人がほとんど歩いてない状況なんですけども、パトカー結構巡回して、警備してくれてます。はい、ということで、今日4月20日月曜日のワイキキの様子をお伝えしました。はい、じゃあですね、明日もまた、ワイキキの街角をレポートしたいと思います。はい、それじゃあ今日も最後まで見てくださってありがとうございました。はい、 Thank you so much. マハロー、バイ。